ポーランド国鉄 MBXD2K 機動車は、ポーランドにある機関 750mm1000mm、mm、の狂気鉄道路線向けに、ルーマニア・ブカレストの方で製造された機動車である。この項目では、同時に製造された付随車のブックス P 型についても解説する。1950年代以降、ポーランドの狂気鉄道は相次いで廃止されていった。 モータリーゼーションも大きな要因であったが、それに加えて、車両を含む鉄道施設の老朽化も深刻な要因となっていた。それを受け、ポーランド運輸省は、車両の近代化のため1983年に放へ客車と共に23両の機動車、m b x d 2系の発注を実施した。1984年に試作車が完成し、 試験運転の結果を受けていくつかの不具合が修正された後、同年から1987年にかけて 750mm 機関用の車両が20両、1000mm 機関用の車両が12両、製造された。車体はコルゲート加工を施した構成で、側面には乗降扉と乗務員扉がそれぞれ1カ所設置されている。 座席配置は1プラス2列のクロスシートで、車内にはトイレやストーブ、ゴミ箱が設置されている。エンジンは、ハンガリーのラバ社が開発した D2156 ハムを使用しており、最大2両の付随車が、牽引可能な出力を有するが、冷却装置が不十分だったことから、営業運転時は1両のみの牽引に制限されている。 750mm 機関用と 1000mm 機関用の車両では減速比が異なるほか最高速度も 1000mm 機関用の方が速く設定されている。なお、形式名の MBXD2 は以下の意味を示す。ポーランド国内の狂気鉄道の近代内化のため、機動車の MBXD2 型とともに方で製造された客車。 1983年に発注が行われ、同年から1988年にかけて製造が行われた。MBXD2 系の付随車として設計されたが、機関車が牽引する客車として使用されることもある。車体は MBXD2 系同様のコルゲート加工を施した構成で、乗降扉は車端部に2箇所設置されている。床下には照明や 信号受信用の発電機が設置されているが、故障頻度の多さのため牽引する動力車の発電機によって電力が賄われる場合もある。また陶器での使用を考慮し、車内には石炭滝のストーブが設置されている。なお、形式名のブックスピーは以下の意味を示す。製造を担当したフォーでは、ポーランドで MBXD に ブックス P の形式名が与えられた両者種にまとめて A20DP という形式名は付けられていた。その意味は以下の通りである。ありがとうございます。